で、こいつはあのジンバルのついとるから、こうやってこうなっても全然、あ、まあこの頃、ええカメラは、手ぶれはないけどな。うん、あのみんな YouTube 撮っとるのやったっけ、あんなんな、手ぶれない。何、花も最初で何かわからんけど。ああ、これな、ユリやな。違うの、違うの。こっちはあまり通れへん。さっき万杯ぐらいやったのにな。まあここはお金いらんからええわな。ずーっと行くようにこうしてます。すごいな、まっすぐやろ。うん、え、6メートルってあんなもん。うん、もっと私あっちの方まで行くんかと思った。帰ってきた、なんか賢いな。賢いやろ。自分の周りを回ってくれんねん。自分は回らんでも回ってくれんねん。背中も取ってくれんねん。ほんで360度回ったらな、戻ってくんねん。あの、ま、前自分の顔のところ、ハハ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 ハ。あんな上行って、あんな上まで、うん、あ、ほんで帰ってきた。録画できとんのかな、録画やと、録音か。自撮り棒が欲しいほどな、うん、近い。あ、こんな写真でもある。はい、ドライブ撮影からスタジオに帰ってきました。ドローンの初飛行でした。そして一人では面白くないと思ったので、家内を連れ出しました。私の予定そんな風に勝手に決めるの？なんて言ってたんですけれども、飛ばし出したら案外面白かったようです。ドローンが勝手に自分のところに帰ってきて、手の上にちょこんと乗るのが面白かったということで、今度は孫とも一緒に行ってみようかなという風に話していました。今、この画像というのは DJI のポケット2。これも先日動画を上げたんですけれども、本来ならもうポケット3という最新版が出てるんですけれども、細かな画質とかいうのは僕の場合はあまりこだわらないので、
少し中古で安く買えたこのポケット2をいろいろ周辺機器とかを揃えながら撮っています。まあ便利なのは DJI ポケット2というのはジンバルカメラです。左右上下、そして回転もしてどんな風にでもポジションができますので、今こんな風に取り付けは斜めになってしまっています。でもこのようにヘッドは水平を向いてくれていますので設置がめちゃめちゃ楽ですよね。そしてこういうアームも買いました。このアームもとっても優秀でして、ジョイントの部分のところで回転させれる軸があるんですよね。そしてくの字に曲がるこのギアのところですよね。ここがギアがあるからしっかりネジを締めてもですね、あっち行ったりこっち行ったりしてたんですけれども、このアームメルカリで2000円ほどで買ったんですけれども、とってもいいです。そしてこのジョイントもね、安いものから高いものまであるんですけど、プラスチックじゃなくてスチールなんですよ。めちゃめちゃ頑丈なんで、とってもいいなと思いながら撮影をしています。何せどんな位置につけても水平を保ってくれるので、これはとっても便利です。ということで、ドローン初日、そして DJI ポケット2も持ってですね、行ったんですけれども、もし充電が足りなくなったらと思って、モバイルバッテリーまでせっかく持って行ったのに、ケーブルが車の中に忘れて充電ができなかったので帰ってきました。ドローンは3つバッテリーを持っているので、だいたい24分ぐらい撮れたと思うんですけれども、帰ってきてですね、それをダウンロードしたりするのも案外時間がかかりました。まあでもやってみてこれは楽しいなというふうに思いましたので、次は秋になってもう少し涼しくなったら一度遠出をしてみようと思っています。今日の奈良県吉野郡川上村の精霊の滝、トンボの滝と書くんですけれども、ここはとっても涼しかったです。観光客の人も駐車場が満席ほどになっていたんですけれども、ひんやりするぐらいとっても涼しいでした。今日はそんなこんなでですね、初ドローン、そして DJI ポケット2の初レポート、それをやってみました。また新しいガジェットをいろいろ試していこう、そんな風に思っています。それではまたねー。